皆さんの先頭に我々は立ちますよ。それぐらいの覚悟を持たなければこんなことは言えません。雨がですねちょっと滴っている、そういった中で、連休のですね最中にですね大きな音を立てて、誠に、申し訳ございません。我々は日本第一党と申しまして、簡単に申し上げますと、日本人の生活これ大事に考えよう、安全保障、ね、そして皆さんの生活、そしてさらには我が国の在り方そのものを日本人の目線で、そして日本人だけのもので、そういうふうに考えていきましょう、そして実行しよう、これが日本第一党でございます。本来ですとですね、ちょっとね面白い話とかしようと思ったんだけど、ちょっと時間が押してるんで本題に速攻入ります。本当はね毎日国家の話とかしたかったんだよね、今日なんでね、そんなことはどうでもいいんで早速本題に入っていきますけれども、このね、皆さんも弁士の、ね、方から散々パラお話をさせていただきました。この移民制度、日本国政府は表立ってはこの政府のということは申してはおりません。なぜならば安倍内閣の時にですね衆議院で、この安倍総理自らおっしゃったんですね、我が国には期間無制限で外国人を入れると、それを大量に入れる、そういう制度はないので、政策はないので移民政策というものは存在いたしません、このようにはっきりと申し上げます。私たちはそれをね信じる気にはなれませんでした。なぜなら安倍総理はね、元総理は本当にですねこの長期間、長年ですね政権を維持されたけれども、その中で大量の失策をされたからです。そこそうしなければ我々のような日本第一党というのは出てこなかったんです。私たちが声を上げる必要なんかないんですよ、本当であれば。しかしながらこのふざけた自民党とかすっとこどっこい政権はですね、この日本という国を散々から蹂躙してですよ、皆さんの生活を台無しにして、今や先進国最低の収入、ここまで追い詰めた。本来なら私たちの給料は昭和のね時代に比べていただければ分かります、1年で何千何万と上がって、今皆さんだったらですね速攻家を買えるようなですね、そういう生活が保障されるはずなんです。しかしながら今実際どうですか、平均賃金、実質賃金全て上がっているわけではないんです。しかしながら外国ではどうなのか、外国ではですね今アメリカのねインフレが凄まじい勢いで進んでいます。インフレというのは物価が上がりますけれども、その分給料も上がります。しかし我が国では物価だけが上がって賃金は上がりません。これは一体どういうことなんですか、自民党の関係者の方にぜひ説明していただきたい。さあ今日はですね移民ということでございます。なんで今この給料の話が関係しているのかと申し上げますと、この移民というのは当然外国と我が国との関係があるからです。我が国に今いる在日外国人の数はおよそ300万人弱です。その中でこの福島県にいる在日外国人の数はおよそ1万3000人です。ちょっとね、割合としては少ないんです。そしてね、ちょっとさらに掘り下げてみますと、国籍別で見ると、先ほどね、大津ちゃんの話から、シナ人が多いという話ありました。しかし多いのは実はベトナムなんです。ベトナムが最近になって追い越しました。このベトナムがね、なんでベトナムが多いのかというと、ベトナム、シナはですね、シナは今目覚ましい経済発展を遂げております。したがって給料が上がってるんです。
に来るシナ人の数は実はそれほど多くはない。ベトナムは違うんですね。これからの国です。まあ親日なんていう国ありますよ。しかしながら我が国に来るベトナムの方々は給料がよほど困ってない方限り以外は日本にねやはり来ないんです。ですから我が国がいくらですねこの外国人を受け入れます、でこの政策を維持します、言ってもですねそもそも日本人の国際的地位が実は今高くないんですね。ですからですねこの日本に来るというのは実は政府が目指している高度人材、すなわち教員であったり技術者であったり研究者であったり、そういった方々ではないんです。そういった方々はですねそもそもこんな給料が安い国には来ません。であるならばですね給料が本国でも稼げてない方々がやはり来ちゃうわけですね。そうしますとですね最近の警察庁のデータでも分かる通り外国人犯罪のトップ、これまたベトナム人になってます。しかも多くなっているのは刑法犯ではありません。刑法犯の他の犯罪、例えば入管法であったり税法であったり、いろんなですね犯罪が多岐にわたっている。外国人犯罪の中でも悪質かつ巧妙になってきているという、そういう問題が出てきている。この犯罪、外国人の犯罪の状況もですね移民の弊害なんです。さらに言えば最近今まさに絶賛交戦中でございますロシアとウクライナ問題です。最近ロシアがウクライナの地方を併合いたしました。まあ、もちろんこれは違法な併合であって我々は当然認めることはいたしません。しかしながらなぜあそこの東部南部ヘルソン州、ザポリージャ州、ルガンスク州、ドネツク州併合したのか、ロシア系の民族が多いんですね。従いまして2014年からドンバス紛争といいましてですねロシア系の住民、親ロ派の住民、それからウクライナ系の住民が抗争していたんです。これは決して対岸の火事ではないんです。我が国に対してもですね、現在シナ人、まあ、先ほど申し上げましたベトナム人多く入ってきております。これらの外国人がですよ、まあ、すでにシナ人はもう主張し始めてますけれども、例えば沖縄は中国人の数が多いんだから中国領じゃねえか、住民投票しろ、これを言い出したらどうなるんですか。そのようなですね、当然我が国は認めることはできません。この中国人、まあ、シナ人ですねの方々が例えば国籍を取って日本人として独立を要求します、住民投票を要求します、これを今まさにやられているのはウクライナなんです。このですね状況をウクライナだけの問題ではなくて、もちろん我が国当然遠く離れているからそんなに急な話ではないかもしれない。しかしながらどうですか、今のヨーロッパの状況を見てください。ドイツ、フランス、イギリス、フィンランド、全ての国で移民問題を抱えているじゃないですか。すなわち移民問題、移民制度というのは明らかな間違いがあって、さらに強いて言えばですね、強いて言えばこのグローバル化した社会というのはどう考えても矛盾を払うものなんです。我が日本第一党ではですね外国人の主権、これに対しては全くもって容認しない。日本人、実質の日本人こそがですね本来このね主権を持っているべきである、このよう
ように主張しておるわけであります。日本代表、確かにまだ勢力は弱いかもしれん。しかしこのね、すっとこどっこいな自民党の政権、これに勝るとも劣らない少数精鋭揃いですよ。熱意を持っている、そして愛国心を持っていますよ。福島を守ろうと思ったら皆さんの先頭に立つのは我々なんです。もし支那人、朝鮮人がね、まあ、特定の国籍は言いませんが放棄した場合、皆さんの先頭に我々は立ちますよ。それぐらいの覚悟を持たなければこんなことは言えません。そしてこの大恩ある福島の地に恩返しをするために私たちは声を上げ続けるんです。外国人は二の次三の次、日本人こそがこの日本政府の政策の効果を実感するべきであって、将来安心して過ごせるべきなんです。一緒にですね、ぜひ頑張っていただいて、この福島の地を我々日本人の手に取り戻すのではありませんか。以上で終わります。ありがとうございます。